皆様どうもこんにちは。今回は22万部突破の大ベストセラー、空腹こそ最強の薬を要約していきます。まず最初に本書の結論を申し上げてしまいましょう。最新医学エビデンスに基づく本当に正しい食事法は、何を食べるかではなく食べない時間を増やす。具体的には睡眠時間を合わせて1日16時間は食べるな。これが本書の結論でございますよ。この16時間食べない半日断食で、細胞内の悪いタンパク質や感染症を引き起こす病原菌が排除され、全身の細胞がみるみる修復されるのです。そしてこの方法ならば、炭水化物も脂肪も好きなだけ食べて問題ない。なんとも簡単でシンプルな方法でございます。このシンプルな方法がもたらす圧倒的な空腹パワーで、あらゆる不調を撃退しよう。そのことが本書では何度も強調されております。僕らは健康になるために何を食べるべきか、その内容にはとてもこだわっております。例えばスーパーフードがいいとか、野菜がいいとか、ナッツがいいとか、そういった食べ物の内容についてはよく考えるんですが、食べない時間を増やすということに関しては無頓着の人が多いのではないでしょうか。それも仕方がないことなのです。私たちが生きる世界には、1日3食きっちり食べましょうといった様々な間違った常識がはびこっているからでございます。まずはそのような間違った常識や誤った食事法を解説し、今までの間違った知識をアップデートしていただき、今まで自分が行ってきた食生活を修正していただきます。今までの間違ったやり方を捨てること、これが正しい食事法への第一歩となるので、まずはこれから手をつけなければなりません。最重要項目でございます。そしてその後に、いよいよ本書の結論である、1日16時間食べない半日断食がどれほど素晴らしいメリットをもたらすのか、そしてその具体的なやり方について解説していきます。今回の動画を見ることで、今までの食事の常識が大幅にアップデートされ、圧倒的に健康な食習慣を身につけることができるでしょう。ワクワクしてきました。では早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で1日3食が全ての不調の原因。2限で簡単にできる半日断食のやり方について解説していきます。早速1限の1日3食が全ての不調の原因についてですが、さてさて、皆さんの中には食べるとすぐに眠たくなってしまう、最近胃腸が弱っている気がする、疲れやすくなった、何もする気が起きない、やたらイライラしたり気分の変化が激しい、こうした症状に悩まされている人はいないでしょうか。その原因はなんと、1日3食きちんと食べていることなんですよ。成人が1日に必要とするカロリーは1800から2200キロカロリーと言われております。一方で現代人、特に外食が多い人の食事はどうしても高カロリーになりがちなのですよ。ハンバーガーとポテトフライ、ドリンクのセットだけで1000キロカロリーは軽く超えますし、ファミレスに行けば1000キロカロリーほどのメニューがたくさん並んでおります。つまり、1日3食食事をとることで、本来必要な量の 1.5 から2倍のカロリーを知らず知らずのうちに摂取してしまうというわけでございます。このように、現代は1日3食食べると、カロリーを取りすぎの状態になってしまいます。そして食べすぎることによって様々な体の不調が起こってきます。代表なのは内臓の疲れでしょう。胃腸や肝臓は私たちが食べたものを何時間もかけて消化しますが、本来処理できる量を超える食べ物がひっきりなしに運ばれてくると、内臓は休みなくフル回転で働き続けなければならず、疲弊してしまいます。その結果、内臓の働きが低下し、栄養素をきちんと吸収できない、老廃物を排出できない、免疫力が低下するなど様々な問題が生じてしまいます。さらに食べ過ぎることで肥満を招いてしまいます。食べ過ぎた食べ物は脂肪に変換され、私たちのお腹や内臓に蓄えられます。そして肥満はあらゆる病気のもとでございますよ。糖尿病をはじめとして脳出血や脳梗塞、癌の原因にもなります。
ごちゃごちゃと言いましたが、要するに1日3食食べると私たちの体に負担がかかり、さまざまな病気にかかってしまうということをお伝えしたい。さらに悪いことに、現代の日本人の食事は特に糖質が多くなりがちなのです。成人が1日に必要とする糖質は 170g と言われており、茶碗一杯のご飯に含まれる糖質は約 50g ですから、ご飯を1日3杯食べればそれだけでほぼ必要な糖質は摂取できてしまうのです。つまり1日3杯のご飯に加えてデザートを食べてしまえば、それだけで糖質を取りすぎになってしまうのです。そして聞いたことがあるかもしれませんが、この糖質の取りすぎもめちゃくちゃ体に悪いです。あらゆる病気は糖質の取りすぎから起こると言っても過言ではありません。そして現代の食事はあらゆるところに砂糖が使われているため、意識しなければ私たちはいとも簡単に糖質の取りすぎになってしまうのです。糖質を取りすぎないようにしようという強い意志を持って意識的に食べるものを考えなければ、絶対に糖質を取りすぎてしまう世の中でございますよ。あなたが今何かしらの体の不調を抱えていたり、集中力が続かなかったり、疲れやすかったり、理由はわからないけれどなんだかだるいんだよなといった症状を抱えているのならば、それはおそらく食べ過ぎが原因でございます。まずは1日3食をやめていただきたい。そして糖質を取らないように気をつけていただきたい。今では1日3食取るのが体にいいという常識は間違っているのだということが分かっているんです。1日3食きっちり食べるというのは健康の代名詞のように言われておりますが、実はこの1日3食食べるという習慣はつい最近始まったばかりでございますよ。具体的には江戸時代ぐらいから始まったとされており、それまでは1日2食が一般的だったようです。人類の長い長い歴史を考えると、1日3食食べるようになったのはごく最近の出来事であり、1日3食食べるのが体に良いという根拠は全くございません。それどころか1日3食食べるようになってからあらゆる病気が増えているというデータに基づいて、あらゆる研究者や医者が1日3食はめちゃくちゃ体に悪いよねと主張しているんですよ。特に今何かしらの不調を抱えていて1日3食食べている人は、これ逆にチャンスでございます。その不調を解決する方法は単に1日3食をやめるだけで良いかもしれません。少し胸に手を当てて考えてみてほしいのです。あなたは本当にお腹が空いて1日3食食べていますか？ただ単に食事は1日3回であるという常識があるから、習慣的にお腹は空いてないのに食べているだけなんだという人も多いのではないでしょうか。本来食事というのは健康を維持するために体に必要な栄養分を必要なだけ送り込むことでございます。それなのに習慣や惰性で体が本当に必要としていないものをなんとなく食べて体にダメージを与えてしまっては本末転倒でございますよ。あなたの内臓はもしかしたら休息を求めているのかもしれません。食べ過ぎていることで体にずっと負担がかかり続けているのかもしれません。特に今太っているよという方は1日3食の習慣を今日から今すぐやめるべきでございます。私は食事法やダイエットの本だけでも100冊以上読んでおりますが、1日3食が体に良いと書かれている本は1冊たりともありません。それどころかほぼ全ての本が1日3食は体に悪いと主張しているんです。厳しい言い方にはなりますが、1日3食が健康に良いと信じて1日3食しっかり食べている人は情弱と言わざるを得ません。今すぐ常識をアップデートしてください。今ではアメリカの最新研究が空腹こそが長寿と健康の鍵であると証明しております。食べ過ぎによる害から体を守り、健康や若さを維持するシンプルな方法、それは物を食べない時間、すなわち空腹の時間を作ることでございます。近年アメリカの医学界では空腹と研究に関する研究が盛んに進められており、数多くの論文が発表されております。以前からカロリーを控えることが様々な病気を遠ざけ長生きにつながることは分かっていたんですが、これらの論文には
断食することが体重、体脂肪の減少につながること、そして糖尿病、悪性腫瘍、心血管疾患などの予防に効果的であることが述べられております。ですからぜひぜひ空腹の時間を作るべきなんですが、皆様の中には空腹や断食という言葉を見てなんだかしんどそうだなと思ったり、自分には断食なんてできないよと拒否感を感じてしまう人がいるかもしれません。しかし本書で提案されている食事法はいわゆる断食とはだいぶ異なり、誰でも無理せず好きなものを食べながら空腹がもたらす効果を享受できるお得な方法でございます。できるだけ辛い思いをせずに空腹の時間を作るメソッドが本書では語られているので、いよいよ2限でその具体的内容に切り込んでいこうではありませんか。その前に1限をまとめましょう。1日3食と糖質の摂りすぎが様々な不調の原因である。今太り気味の人や何かしらの不調を抱えている人は今日から1日3食をやめよう。では次2限の簡単にできる半日断食のやり方について解説していきます。では早速ですが空腹の時間を作る方法についてです。結論を先に述べると、16時間以上の空腹の時間を作ると最大の効果が得られます。16時間は長いなと思われるかもしれませんが、睡眠時間とうまく組み合わせることで無理なく実行することができます。例えばあなたが1日8時間寝るのならば、あと8時間、週末は10から12時間寝るのならば、あと4から6時間だけ食べずに過ごせば、食べずに16時間を過ごすことができます。睡眠時間を毎日8時間取る人ならば、それにプラスして8時間ものを食べないようにすれば連続16時間となるので、睡眠時間の前後に均等に振り分ければ寝る4時間前、起きた後の4時間ものを食べずに過ごせば目標達成でございます。できれば毎日空腹の時間を設けていただくのが理想なんですが、仕事や家庭の都合で難しい場合もあるでしょう。そんな時は週に1回だけでも構いません。週末だけでも構いません。それでも十分に体のリセット効果を味わえるはずでございます。そして最初のうちはいきなり4時間ものを食べずに過ごすのが辛い、起きた後どうしてもお腹が空いてしまうんだという方が出てくるはずでございます。その場合は2時間でも3時間でも良いので、自分のできる範囲で進めてください。いずれ体が空腹に慣れてきます。そしてそれでもどうしても空腹に耐えられないという方は、次のものならば空腹の時間中に食べても構いません。生野菜、サラダ、ナッツ類、チーズ、ヨーグルト、どうしても我慢できないときはこれらのものを食べてください。ご飯や麺類、パン、肉といった食べ物の塊でなければ大丈夫でございます。以上説明したものが簡単にできる半日断食のやり方で本書の結論になります。2限のまとめでもう一度しっかりとまとめるので安心して先に進んでください。では次に空腹がなぜこんなに良いのかということについて解説していきたいと思います。先ほど16時間以上空腹を保つことが重要だと申し上げました。なぜならば16時間経つと体の中でオートファジーが起こるからでございますよ。オートファジーとは2016年にノーベル生理学医学賞を受賞した比較的新しい概念であり、今特に注目が集まっております。大丈夫です、全然難しくないので簡単にご説明いたしましょう。私たちの体は約60兆個の細胞でできており、細胞は主にタンパク質で作られております。日々の生活の中で古くなったり壊れてしまったタンパク質の多くは体の外に排出されますが、排出しきれなかったものについては細胞の中に溜まっていき、細胞を衰えさせ様々な体の不調や病気の原因になってしまうのです。一方で私たちは普段食べたものから栄養を摂取して必要なタンパク質を作っているんです。ところが何らかの原因でですよ、栄養が入ってこなくなると体は生存するためになんとか体内にあるものでタンパク質を作ろうと頑張るようになります。そこで古くなったり壊れてしまった細胞内のタンパク質を集めて分解し、それらを元に
新しいタンパク質を作るんです。つまりオートファジーとは古くなった細胞を内側から新しく生まれ変わらせる仕組みであると言えます。細胞が生まれ変われば体にとって不要なものや老廃物が一掃され、細胞や組織、器官の機能が活性化し、病気になりにくく若々しい体になるのです。いやすごいですよね、このオートファジーという概念。僕らは生きていればタンパク質が壊れてしまって、そのゴミが体に溜まっていく、それが悪さをするわけなんですが、栄養が入っていない飢餓状態になると体はそのゴミのタンパク質を再利用して新しいタンパク質を作り出すのです。ゴミのリサイクルといったイメージでしょうか。オートファジーは体や細胞が強いストレスを受けた際にも生き残れるようにと体内に組み込まれたシステムであり、細胞が飢餓状態になった時や低酸素状態になった時に働き始めるんです。具体的に申し上げると、最後に物を食べてから16時間ほど経過しなければオートファジーは活性化しません。つまり空腹の時間を作らない限りオートファジーによって細胞を生まれ変わらせることはできないのです。空腹の時間を作ることによって普段働きすぎている内臓を休ませたり、過剰なカロリーや糖質がもたらす害を取り除くことができます。さらに嬉しいことに、空腹の時間を作ればオートファジーが起こり、体の中のゴミが新しい細胞に生まれ変わります。体が内側から若々しく蘇ります。その結果、さまざまな体のシステムがスムーズに働くようになって、病気を寄せ付けない体が手に入る、こういうわけでございます。では最後に、別に今俺体調悪くないからやらなくてもいいかなと思っている人にモチベーションを与えたいと思います。空腹の時間を作るのは究極のアンチエイジング方法なのです。私たちは年を取るにつれてシワやシミ、白髪が増えてきて、物忘れがひどくなり、体力が落ち疲れやすくなってしまいますよね。おそらく誰でもこうした悩みを抱えていて、できれば老化を食い止めたいと思っているでしょう。では老化を食い止めるには、あるいは老化のスピードを少しでも遅くするにはどうすればよいのか。それは空腹の時間を増やすこと。空腹の時間を増やすことによりオートファジーが起こり、古くなった細胞を新しく生まれ変わらせるという究極のアンチエイジングが可能になります。さらに老化は活性酸素と言われるものによって引き起こされるわけですが、空腹の時間を作るとこの活性酸素が減るのです。その結果老化のスピードが遅くなります。さらに空腹の時間を作れば成長ホルモンの分泌も促されます。成長ホルモンが多く分泌されれば、シワやシミなどの老化による肌のトラブルや筋肉量の低下に伴う疲労感などが改善されるのです。最後にごちゃごちゃと言いましたが、とにかく空腹の時間を作るというのは最強のアンチエイジング方法なんです。私たちは高い化粧水を買ったり、エステに通ったりと、老化を食い止めるためならいくらでもお金払いますよね。飲むだけで老化を食い止めることができ、若々しくいられるサプリがあるならば、いくらお金を積んでも欲しいと思うでしょう。実は皆様あるのですよ。しかもお金かかりません。空腹の時間を作る、これだけでございます。お金がなくて美容やアンチエイジングにあまりお金使えないよという方も大丈夫です。今日から空腹の時間を作るだけで、美容やアンチエイジングにお金を使いまくっているセレブにも勝つことができます。なぜならば、空腹の時間を作ってオートファジーを活性化させるというのは、もともと私たちの体に備わったシステムであり、それを使うのが一番効率的だからでございます。病気知らずの体になる上に、アンチエイジング効果もあるし、しかもお金はかからない。むしろ食費がかからなくなるので、節約にさえなってしまう。こんな様々なメリットがあることは、人生においてそうそうないでしょう。実行しない手はないのです。では2限をまとめてみましょうか。睡眠時間とうまく組み合わせて、16時間以上の空腹の時間を作ろう。病気知らずの体になる上にアンチエイジング効果もあり、しかもお金はかからない。どうしても空腹に耐えられないときは、生野菜、サラダ、ナッツ類、チーズ、ヨーグルトならば食べても OK。
オートファジーとは、古くなった細胞を内側から新しく生まれ変わらせる仕組みであり、16時間以上食べないと起こり、体が内側から蘇る。では本日のハイライトに参りましょうか。1限で1日3食が全ての不調の原因、2限で簡単にできる半日断食のやり方について解説してきました。今日言ったことをしっかりと実践していただければ、本当に人生を変えるほどの威力があることは間違いありません。今まで疲れやすく何事にも集中できなかったあなたも、食べ過ぎをやめて空腹の時間を作ることで、まるで生まれ変わったような自分に出会えるかと思います。何事も最初は辛いものです。しかし実践するにつれて空腹感にも慣れてきて、空腹感を楽しめるようになります。実際に私もやっておりますが、頭の働きが全く違います。この動画の原稿を作るときや読書をするといった頭を使うときは、絶対に私は空腹で行うようにしております。むしろ食べ物を食べてお腹いっぱいの状態で知的作業をすることなどできません。空腹の時こそエネルギーがみなぎってくるのを実感しております。皆様にも一刻も早くこの感覚を味わっていただきたい。そうすればこの動画を作った甲斐があり、私はとても嬉しいです。本日は以上になります。この動画がためになったという方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご清聴どうもありがとうございました。